ボーイズグループリアリティサバイバル番組リボーン第3話にて AIMERS がデビュー時の辛い記憶について語った映像人気がなかったアイドルのデビューステージリボーンは韓国ですでにデビューを経験した K-POP ボーイズグループ12組が日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組 AIMERS BMAX BXB DIGNITY DKB DXMON, EASTSHINE, EURAST, L5ST, WAKER, WEUS, XODIAC が出演しており、プロデュース101ジャパンシーズン2、ショーミーザマネーを手掛けた日韓トップクラスの制作陣が集結している。番組の MC は、アジアのプリンス、コトチャン軍則が務める。ライバルも、元からあんなに上手だったっけ 殴られたような感じ、と簡単。直前に登場した DKB のステージが好評を博しただけに、チャン軍則から、次のチームは負担を感じているのでは、と紹介されながらステージに上がった AIMERS。2022年にデビューした6人組だ。実は AIMERS は以前、DKB とサバイバル番組で共演しており、その時も DKB の次の出番だったという。 イスンヒョンは、怖がっていましたが、その時、僕たちはデビュー前だったんです。もちろんとても上手でリスペクトしていますし、僕たちには自分たちの色があって方向性が違うと思うので、自信を持って精一杯披露しようと思いますと思いを明かした。光合成ドル、の異名を持つ AIMERS は、地下3階の暗くじめじめとした場所で練習してきたという。 ヨエルは泣きたいほどの状況もありました。デビューショーケースをやった時に記者さんが二人しか来なかったんです。そして開始10分でその二人も出て行ってしまって。すごく悲しかったし、いろいろ考えたショーケースでしたと10回。ウヨンは辛くてもずっと歯を食いしばって耐えてきましたと語った。自信たっぷりにステージに上がった a i m e r s は、 白のジャケット衣装で揃えてサムバディをパフォーマンス。軽快なビートに合わせ、息のあったダンスと伸びやかなボーカルを披露していく。ダンスブレイクでは口笛を吹くような動作を取り入れ、爽やかな風を吹かせた。DKB のイチャンは AIME RS って元からあんなに上手だったっけ殴られたような感じ、と感嘆していた。審査員も絶賛、ダンサーの巨人ちょいが、 すごくクオリティの高いダンスでした。一見簡単そうに見えますが、こういうディテールのダンスを簡単にやるのが、実力があるということです。きっと誰かがディレクションしたのだと思いますが、これは細かくこだわったからできるクオリティですと称えると、メンバーの目には涙が。練習を主導したというスンヒョンはメンバーに感謝を伝え、声を震わせた。12組中、次の過程に進める5組が発表され、 AIMERS は見事1位に。寸ファンは泣きながら、僕たち、実はすごく怖かったんです。サバイバル番組に出ること自体が。だけど今日褒め言葉もたくさんいただいたし、こうして1位という最高の席もいただいて、とても感謝しています。本当にありがとうございますと心身と礼をした。